どうも、皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、このね、外貨決済手数料がほぼかからない、レボリュートなんですけども、なんとね、ポイントサイトの案件に出ましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、外貨決済手数料がほぼかからないということで、このね、2つの、プリペイドカードね、私はお勧めさせていただいてるんですけども、まずね、このイディアに関しては、チャージ手数料もね、特にかからず、チャージすることができて、またね、外貨決済手数料もかからないということで、こちらね、外貨決済手数料がかからないっていうのを聞いてね、めちゃくちゃお勧めさせていただいてたわけなんですけども、まあ、実際ね、先日ハワイにね、行った時に、この前もね、細かい話とかでね、話させていただきましたけども、ハワイに行ったらね、数箇所でね、普通に決済跳ねられてしまって、利用することができなかったんですよね。ですので、今現時点でですね、ちょっとメインで使うっていうのはね、結構お勧めすることができないんですよね、このイデア。ですので、まあ、今後ね、改善されたらね、外貨決済手数料かからないですし、またね、こういった感じでね、アメックスからのチャージルートもね、存在しますので、まあ、利用したいなっていうところなんですけども、まあ、今現在はですね、ちょっとね、利用することがメインではね、利用しづらいっていう風になるんですよね。やはり海外でね、決済が跳ねられてしまうと、ちょっとね、ストレスになりますよね。で、このね、レボリュートなんですけども、まあ、私はね、残高を入れていて、跳ねられたことって一回もないので、またね、このレボリュートっていうのはですね、銀行振込でね、非常にキャンペーンをやっているっていう風になりますんで、ぜひね、今回ポイントサイトに案件が出たっていう風になりますんで、ぜひね、発行されてない方はですね、発行しといていただきたいな、なんていう風に思います。それではですね、こちらね、ポイントインカムの、レボリュートの案件になっているわけなんですけども、このね、URL 自体は、概要欄に載せておきます。で、このね、検索窓で、レボリュートね、打っていただければ、この案件ね、出てくると思いますので、このね、ポイントを貯めるをクリックしていただいて、発行ね、していただければなと思います。こちらね、今回3440円で案件が出ておりまして、このレボリュートっていうのはですね、有料会員もあるんですけども、特にね、条件に有料会員じゃなきゃいけないみたいなね、記載もございませんので、まあ、今回のタイミングで発行していただくのね、非常にいいのではないのかな、なんていうふうに思います。ポイント獲得でね、3000以上の決済必要なんですけども、まあ、3440円もらえるっていうふうになりますんでね、非常にいいですよね。で、こちらね、注意しておいていただきたいのは、まずね、こちらスマートフォンでしかね、このレボリュートの案件出てこないです。で、またね、1日のインストール上限が設けられてるっていう風になりますんで、私の動画を見てですね、こちらの案件利用しようと思って、案件が出なかったっていう方は、今日のね、0時過ぎたらね、上限リセットされるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらは覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、このね、3440円のポイント獲得条件なんですけども、アプリダウンロード後、10日以内に物理カード発行申し込みと、4回以上の決済完了で、合計3000円以上でこのね、3440円が獲得することができます。で、こちらね、物理カード発行して、10日以内にね、4回以上の決済が必要、また3000円以上利用しなきゃいけないということで、このレボリュートっていうのはですね、バーチャルカードっていうのもですね、アプリ内にね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、利用先でね、注意事項がございまして、IC へのチャージとか、またね、ギフト券の購入とか、ギャンブル、お金の送金、ここら辺ね、対象外になっておりますんで、まあ、普通にね、使わなきゃいけない、またね、物理カードがないので、オンラインショッピングしかね、基本的には利用することができないかな、なんていうふうに思うんですけども、ここら辺で利用しないのはね、本当に注意していただきたいなと思います。まあ、このレボリュート自体ね、発行自体にはお金がかからないっていうふうになりますんで、まあ、もしね、これでミスってなんか不利益になるようなことはね、一応ないんですけども、まあ、できればね、このポイントもらえるんであればですね、ぜひね、取っといていただきたいな、なんていうふうに思いますんで、ここら辺のね、利用先は NG っていう風になっておりますんで、この点ね、注意してください。まあ、これを見るとね、何で利用していただくのがね、非常におすすめなのかっていうのはね、ちょっとね、思い浮かばないので、もしね、これがいいですよみたいなのがございましたら、ぜひね、教えていただければな、なんていう風に思います。で、またね、Apple Pay って書いてあると思うんですけども、まずね、このレボリュートっていうのは Apple Pay ね、先ほどやりましたけども、登録することができません。できませんけども、なぜか記載があるっていうのはちょっと不思議なんですけども、Google Pay はね、登録することができるようになったみたいなので、もしね、Android 端末利用されている方は、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあね、10日以内に3000以上ね、4回以上の決済していただければね、3440円もらえるっていうふうになりますんで、まあ適当にね、1000円じゃ高いのか、800円ぐらいですね。800円とか750円とかそのぐらいですよね。はい。ぜひね、4回オンラインショッピングでね、ちゃちゃっと何か購入していただければ、こちらね、もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、レボリュート発行されてない方はですね、この機会にね、利用していただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、残念ながらですね、先ほどから言ってると思うんですけども、このレボリュートっていうのはですね、今もうね、各種クレジットカードからプリペとかがね、チャージしていただくとですね、1.7% のクレカチャージ手数料っていうのが、導入されてしまったんですよね。ですので、まあ一応ね、クレジットカードからチャージすることはできるんですけども、まあ 1.7% っていう風になりますんで、結構高いですよね。1% のクレカでもね、赤字になってしまうっていう風になりますんで、まあそれをね、通り越してでもクレカチャージしたいっていう方は、まあ、物理的にはですね、チャージすることはできるんですけども、まあ、チャージ手数料がね、かかってくるっていた形になります。で、先ほども言ったと思うんですけども、各種デビットカードだったら、チャージすることはできるんですけども、まあ、還元対象外にね、このレボリュートってなっていることが多いので、まあ、私の知る限りね、多分還元取れるのってなんかあんのかな？ちょっとね、還元がね、取れる場合であってもね、このレボリュートにチャージできないとかね、まあ、結構ありましたので、私もね、一通り今回ね、デビットカードも試してみようと思って、いろいろやってみたんですけども、還元が取れて、またチャージ手数料が無料でみたいなね、デビットカードはね、ちょっとなかったので、もしね、知ってる方いらっしゃったらぜひね、教えていただければな、なんていうふうに思います。ですので、まあ、基本的には銀行からね、レボリュートにチャージしていただいて、まあ、キャンペーンで利用していただいたり、まあ、海外行った時にですね、メインの決済にしていただいたり、っていう感じで利用していただくのをね、お勧めっていただきになります。で、またね、無料会員の方であっても、一月ね、25,000円まで海外の ATM でね、出金することが無料でできるっていうふうになりますんで、これが非常に大きいですよね。もちろん ATM によってはですね、私もいろんなところで下ろしておりますけれども、台湾に行った時はね、無料で出金できましたね。ですけれども、ハワイとかね、ニューヨークとかは、この ATM 側のね、出金手数料っていうのはね、結構食らっちゃうっていうのはね、個々に設定されておりますんで、まあ、逃げ切れなかったりするんですよね。ですので、これはね、本当に、そのタイミングとね、その ATM によると思うんですけれども、一応ね、レボリュート側ではですね、手数料はかからないっていう風になりますけれども、現地のね、ATM 手数料は ATM によってね、かかる場合があります。何かね、いいチャージルートがね、あればね、このレボリュートね、もっとも、利用する方増えると思うんですけれども、やはりね、このチャージ手数料はね、0.5% ぐらいだったらね、まあ今ね、マスターカードからもチャージ復活しましたんで、アメックスからね、UPay プリペイドでレボリュートみたいな感じでね、まあ相殺されるみたいな感じでね、利用できればね、まだいいんですけども、このね、チャージ手数料がちょっと高いですよね。まあ、こういった感じになっておりますんで、まあ、基本的には銀行振込でね、利用していただいて、外貨決済手数料を無料で利用していただくのがね、おすすめっていただきになります。はい、ということで今回ですね、レボリュートがですね、ポイントサイトに案件が出たということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、本当にね、今まで初めてじゃないですかね、レボリュートがポイントサイトに出たっていうのは。このね、レボリュートっていうのは、既存の方から紹介 URL をもらうと、お金がもらえるね、キャンペーンがずっとやってるんですよね。今もね、9000円とか1万円とかもらえるキャンペーンやってるんですけども、やってることはやってるんですけども、紹介した人しかもらえないんですよね。ですので、ちょっと前にね、1回紹介された人ももらえるキャンペーンで1回か2回ぐらいあったと思うんですけども、それ以外はね、全部、紹介した側しかもらえない。本当にアフリエイトみたいな感じで、利用者側ね、一切メリットないみたいなね、まあ、そんなキャンペーンしかね、やっておりませんので、まあ、ポイントサイトにね、今回案件出たっていう風になりますんでね、ぜひ発行されてない方はね、このタイミングでね、発行していただくのね、非常におすすめっていう風になっておりますんで、発行されてない方はですね、発行してみていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、ちょっとね、簡単な動画になりましたけども、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、最近ですね、お得情報のね、細かい系の話をですね、YouTube ショートにね、出しておりますので、そちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。